隠れ神社の巫女は隠れ霊夢、観念して降伏するか神社を廃業なさい。いきなり何？あんた誰？妖怪の山におわす八坂かな子様こそ誠の神、森屋神社はかな子様の神社、私はその巫女こちゃさないです。森屋神社の巫女？ろくな神もいなければ参拝客もいない、いるのは妖怪だけ。こんな神社は無意味です。うちはそういうのじゃないのよ。私たちは幻想郷に真の信仰をもたらすためにやってきました。刮目してみなさい、奇跡を起こす神の力を。ああ、かな子様の加護を得た私の力はすでにあなた以上、その上幻想郷最強勢力妖怪の山を従えています。抵抗は無意味ですよ。かな子様の慈悲として猶予を与えましょう。3日後、私は再びここにやってきます。その間によくよく思案しておきなさい。に3日もいらないわ。自分たちが何に喧嘩を売ったのか思い知らせてやらないと。妖怪の山が森屋神社に着くなら山ごと全部退治してやるわ。今から戦争よ。もみじの美しさこそ秋の勝利。侵入者、隠れの巫女が攻め込んできました。山の妖怪を蹴散らしながら玄武の沢方面を上がってきます。隠れの巫女が？確かか？はい、我々は宮殿の滝で防衛ラインを張ります。では、私もすぐ向かう。お山を巻き込んで全面戦争とは最悪のシナリオじゃないですか。レイモンが来たのか？ドイツを退治に出しょ、隠れてなさいよ。新聞ネタの見返りでこっそり妖怪の山を見物させてくれるって言うから来たんだぜ。外に出られなきゃ意味ないだろ。
だから言ったじゃないですか、大天狗様の見込みの甘さが招いた時代ですよ。ええ、もちろんです。私の方でうまくやっときますんで、引っ込んでてくださいよ。何やってんだ。上司に連絡です。とにかく非常事態なんで、マリサさんも聞き分けてください。非常事態？霊夢とやる気か？霊夢さんにはあなたから伝えてもらうつもりだったんですがね。実はちょっと前に、お山に外から神社が引っ越してきたんですよ。神社？幻想郷にもう一つ神社ができたってのか？私はこれから仕事なので、ここでおとなしくしててください。お山は本来立ち入り禁止なんですからね。他の天狗に見つかりでもしたら、あなたも私もただじゃ済みませんよ。わかってるって。おい、取材じゃないのか？趣味の新聞記者だけやってられればいいんですけどね。お山の天狗の辛いところで、組織のために己を殺さなきゃならない時もあるんです。嫌ならやめちまえよ。妖怪の山が幻想郷最大勢力なのは、組織の力あってこそですからね。おとなしくしててくださいよ。ゆかり様、お目覚めですか？いよいよ始まりました。妖怪の山に白霊の巫女が攻め込み、天空と交戦中です。霊夢はさすがに事態の重大さを理解してるわね。さて、白霊の巫女の戦いぶりを見せてもらおうとしましょうか。いけませんね、レームさん。出たわね。新聞や立ち入り禁止の妖怪の山に侵入し、お山の妖怪や見守り天狗たちに乱暴狼藉。隠れの巫女といえど、見逃すわけにはいきません。立ち入り禁止なんてあんたらが勝手に決めたことでしょ。校長はそれだけ？もう退治していい？森屋神社に味方する連中に容赦なんかしないわよ。さすが血も涙もない白霊の巫女。しかしここは引けません。なぜなら今の私は新聞記者にあらず、妖怪の山のカラス天狗シャメマルアヤ。さあ、お山を代表してお相手しましょう。風神木の葉かぐれ。Don't
霊夢は商売敵の神社を退治しに来たんだ。間違いない。そんな面白いこと私抜きでやらせないぜ。